ヒューストン・アレクサンダーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。イリノイ州イーストセントルイス出身。グラチトレーニングセンター、ヒットスクワット所属。2007年9月8日、UFC75 で、アレッシュオ・サカラと対戦。膝蹴りでダウンを奪いパウンドで TKO を勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年11月17日、UFC78 で、 チアゴシウバと対戦し、マウントパンチの連打で TKO 負け。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローズンで、ジェームス・アービンと対戦。UFC 最短大記録となる1ラウンド開始8秒での、小負けを喫した。9月17日、UFC ファイトナイト、リアズ VS、ニアで、エリック・シェファーと対戦し、片方目で一本負けを喫した。 2009年12月5日、ザ・アルティメット・ファイター、ヘビーウェイツ・フィナーレでは215ポンドのキャッチウェイト・バウトでキンボスライスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2010年9月11日、シャーク・ファイツで即時と対戦し、パウンドによる TKO 価値を収めた。ありがとうございます。